大丈夫です、声を失ったわけではございません。モルテーでございまして、ファイナルファンタジー14の、漆黒のヴィランズ、予約開始記念生放送のダメだこれおお引くなこれ、つらい。じゃあ聞いてください、このポーズね、つらいの。あのテスト放送です。はい、本番はこの後午後、日本時間午後8時、20時から、行いますが、コレクターズエディションの中身だったり予約の概要だったり、ね、何を予約したらいいのとかいうようなことを、皆さんとじっくりやっていきたいわけなんですけれども、それに先駆けまして、今日も、Twitch、YouTube、ニコニコ生放送と3チャンネルで放送しておりますので、映像音声乱れないかの確認をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。何からいきますか。 YouTube です、ね、はい、ではまず YouTube でご覧の皆さんは、Twitter でハッシュタグXIV ライブ14ライブをつけた状態で、BGM と私の声のバランスに問題ないかどうか、コメントでツイートでお知らせいただければと思います現在ファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズ予約開始記念生放送のテスト放送を行っております。YouTube でご覧の皆さん、コメントをお願いいたします。今日は、吉田さんの部屋でもなく、あまり、あれ14でこの部屋って使います、使いません。初めておしゃれ机に、車内にあるおしゃれ某おしゃれスタジオからお送りしております。 ARTV はこの隣のもう一個スタジオがありまして、おしゃれじゃない方のスタジオでやってるんですけれども、こちらは、ね、このね、壁紙、おしゃれ感壁紙のある部屋からお送りしております。きっと他のね、机のタイトルできっと使っている生放送部屋なのでしょうということで、今日はちょっといろいろね、物を広げたりなんだりしなきゃいけないので、こちらからお送りする予定でございますが、YouTube 大丈夫。はい、ありがとうございます。では続いて、Twitch にこのまま両方いっぺんに行きましょう。皆さんそれぞれのチャットのコメントで、映像音声問題ないかコメントでお知らせいただければと思います。どうでしょう、大丈夫ですか。これ、ね、ソルテ、これ皆さんもやったらいいですよ。角度結構つらい、ギュンってギュンギュンギュンっていう感じで、胸の感じがつらかったんです。大丈夫そうですね、どちらも大丈夫そうですね。はい、じゃあテストはこの辺で大丈夫そうなので、何ですか、他テストをやります。あ、皆さん現在ファンフェスグッズ予約受付中ですよということで、いくつかお持ちしました。なんでここに栓抜きとコインセットがあるかというと、これたまたま M ちゃんの机の上に転がってたんだそうで、なので紹介してくださいということで、決してこれが特別に売れてるとか売れてないとかそういうことではございません。栓抜きとコインセットね。コインセット、これあれですよ、欧州ファンフェス会場で世界ワールドファーストの販売をしてましたけど、なんかすごい勢いで売り切れてた。素敵ですよね、ギルセット。うん、ぜひこの機会にお求めいただければと思います。で、前回パンツを売ったことで話題の FF14 ですが、今回は靴下、3足セットの靴下ございますね。ぜひともお求めいただければと思います。今日も後ほど紹介ありますけどね、ファンフェスグッズと予約を一緒にするとなんか素敵な特典がついてくるとかいうこともございますので、ぜひともご検討いただければと思います。といったところで、テスト放送は大丈夫そうなので、一旦これで締めさせていただいてなんですが、 URL はそのままなので、そのままもう何分かお待ちいただければ、あと25分お待ちいただければ、日本時間午後8時から本編始まりますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。それでは一旦失礼します。さよなら。
長い年月、私は待ち続けていた。母なるクリスタルの加護を持つ。光の戦士と呼ばれる。彼のこと。私が制する。悲劇を止めなければならない。第七霊祭を超える新たな悲劇を。やれやれ、この街も少しばかり変わっちまった。今度は俺がついている。安心しろ、ミフィリア。たとえそれが歴史を書き換えることになろうとも。お前が闇の戦士となるのだ。皆さんこんばんは、ファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズ予約開始記念生放送をお送りいたします。本日進行を務めますコミュニティチームモルボルこと室内です。どうぞよろしくお願いいたします。これダメですね。始めた瞬間私の画面の前には Twitch とニコ生のコメントが流れてるんですけど、葉月ルーペの一言に今ちょっとだいぶやられそうなんですけど、ちょっと今日はいつもと違う装いでお送りできればと思いますのでよろしくお願いいたします。そうなんですよ、今日はですね、吉田さんは今今日この放送どうしようかって話もしてたんですけど、絶賛今開発作業を違う回でやっておりました。なので今日の放送は、私とあと後ほど優秀なアシスタントが出てまいりますので、その辺でお送りしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。で今日はですね、事前に予告しておりました通り、もう一昨日から始まっておりますが、漆黒のヴィランズの予約がついに始まりましたので、どんな製品があるのとか、私は何を予約したらいいのとか、特典なんだっけとか、その辺の確認とか、今後のスケジュールの確認とか、あとせっかく今日は現物もありますので、またじっくりとですねコレクターズエディションの中身を見ていったりということで、おそらく1時間ほどだと思いますが、進めていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。ではジャラネットじゃないのかというコメントをいただきましたが、ジャラネットですよ、ジャラネットですが、ジャラネット社長がいないと
という、そういうことでございます。はい、ということで始めてまいりましょう。よろしくお願いいたします。では今日はまずは、いよいよ発表になった漆黒のヴィランズということで画面お願いします。スタジオおしゃれですよね。おさらいですが、2019年7月2日、日米を同時発売予定となっております。7月2日までなんとあと144日だそうです。もうすぐですね。恐ろしいことです。はい、そして、次の画面お願いします。はい、ファイナルファンタジー14 3本目の拡張パッケージになりますね。漆黒のヴィランズです。上にメッセージがありますが、これ実はこのメッセージもね、吉田さん金星のメッセージなんですけれども、皆さん読めますか。光の戦士たちよ、読めますか。読めますね。漆黒、それは漆黒は読めるでしょうよ。漆黒を、はい、漆黒を、そう、変換できてるってことは読めてますね。漆黒をまとい運命に、はい、こちらは読めますね。運命に、お、正解が来ない。運命に抗う、そうですね、運命に抗うヴィランズとなれということで、こちらが7月2日発売となります。ではですね、まず順に、パッケージ製品の種類の方を見ていきたいと思います。もう多くの方はね、もう予約したよって方もいると思うんですけれども、今日の放送じっくりご覧になって、自分何買ったらいいのかなをよく考えながら見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では順番にいきましょう。はい、まずはプラットフォーム Windows のコレクターズエディションです。こちら、パッケージ版が、税抜き 19,800円、ドルで 199.99 ドルとなっております。こちら特装アートボックスには天野義孝先生の描き下ろしイメージイラストを描いた上で、漆黒に浮かぶ今作のロゴイラストが印象的なスリーブケースも付属するほか、すべての特典を同梱ということで、こちらの特典がどうなっているのかは後ほど一品一品確認していきますので少々お待ちください。そして、はい、コレクターズエディションにはダウンロード版もございます。こちら6000円です。で、特典のうちインゲームアイテム特典があるんですが、そちらの特典は、このダウンロード版でもご利用いただけます。パッケージ版には、インゲームアイテム特典に加えて物理特典もついてきますので、その差となっております。はい、では続いていきましょう。はい、続いて Windows の通常版です。どうぞ。はい、こちら、オープン価格となっておりますが、まずパッケージ版、画面に出ているのが、画面左側が、日本版の、通常版です。で、右側が、欧州版の通常版になっております。はい、次行きましょう。で、ダウンロード版、こちらダウンロード版もございます。ダウンロード版は4200円となっております。で、右下に英語でのみ中記がありますが、北米版に関しては、通常版のパッケージ版はございません。通常版はダウンロード版のみとなっておりますので、ご了承ください。そうなんですよね、いろんなアートの種類があって、リージョンごとにどんなアートを使うかを選択してるんですけども、今回このような感じになっております。はい、では続いてまいりましょう。はい、続いてプレイステーション4です。プラットフォームプレイステーション4のコレクターズエディションです。どうぞお願いします。はい、パッケージ版と、はい、ダウンロード版、こちら両方ございます。内容は Windows 版と一緒ですね。プラットフォームがプレイステーション4版の、コレクターズエディションです。続いて、はい、プレイステーション4の通常版です。画面お願いします。はい、こちらパッケージ版、ダウンロード版ともに4200円となっておりまして、パッケージ版の方、左から一番左にあるのが日本版で、真ん中と右側が、デザイン一緒ですね、真ん中が北米版、右が欧州版となっております。で、ダウンロード版ももちろん全リージョンでございます。はい、こちらがプレイステーション4版の通常版です。はい、では次行きましょう。 Mac です。 Mac 版、
はい、Mac 版にもコレクターズエディションと通常版の両方ございますが、画面にあります通り Mac 版はダウンロード版のみの取り扱いになっております。パッケージはございませんので、ご注意ください。 Mac 版をご利用の方はダウンロード版をご利用いただけます。はい、次です。 Steam 版、はい、 Steam 版にもコレクターズエディションと通常版の両方がありますが、こちらもまあ Steam なのでそうだよねと思いの方が多いと思いますが、こちらもダウンロードのみでの提供となります。ダウンロード版のみの取り扱いとなります。はい、ありがとうございます。ということで、パッケージの種類は以上になります。で、後ほどどれ買ったらいいのとかいうのは皆さんの質問に答えながらご紹介していきたいと思いますので、一旦次のコーナーに進みたいと思います。そして続いてはこちらです。どうぞ。来ました、開封の儀。ということで、ここからは、つい先日どころかこの土曜日ですね、前の土曜日に、欧州のファンフェスティバルで発表いたしました、ファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズのコレクターズエディションの中身をじっくり見ていこうということで、こちら私の素敵なアシスタントをご紹介したいと思います。カメラお願いします。はい、はい、皆さんこんばんは、宣伝チームの小野塚です。今日はアシスタントとして一緒にご紹介をさせていただければと思います。はい、はい、小野塚さんがこの商品のプロなので、今からこれを1個ずつ開けてです、実際の中身を紹介していきますので、皆さんと順に見ていきましょう。で、私はこちらに手元カメラがございますので、こちらでご覧いただければ。なんかエコーがすごいってよ、小野ちゃん。もうメガネ、今日メガネの日ですね。エコーどっちですか、私、小野ちゃん。今技術のスタッフの方が確認中でございます。すごい、お風呂かのようなって言ってますよ。あれ、私も、あ、私も両方だって。なんでしょうね、ループしてますかね。ま、直します、確認しますか。じゃあちょっと確認しましょうか。はい。さあどうでしょう、ちょっと喋ってた方がいい。どっちもエコーすごい、エコーがすごい。なんでしょう、我々の距離感かしら、ちょっと離れてる。 近すぎるとかですか。カメラのスイッチ、あ、こいつカメラがオフに、あ、どこでしょう。さあどうだ、いかがでしょう、我々のお風呂具合はいかがだろうか。まだエコー変わっていない。あ、じゃあこれじゃないそうです。じゃあこれスイッチつけましょうか。私の入ってからですかね。ちょっと離れてみようか。よし、やったやったやった。もう一回やります。皆さんこんばんは。ファイナルファンタジー14、あれ、治らない。あら、不思議ですね。これで治ってる。はい、こちらから。あ、治った。あ、治りました。あら、やだ。え、じゃあこの状態で。この距離感ちょっと一回。え、小野ちゃんの声はその距離だとどう？ちょっと離れて離れて。はい。小野ちゃん喋って、小野塚さんの声のエコー、はい、エコーはまだございますか？私じゃなくて小野塚さん。私もうまだエコーが戻ってる。大丈夫。ちょっと近づきますよ。近づきますよ。はい。いかがでしょうか？エコーかな？エコーはこれで大丈夫かな？はい。大丈夫なの？ほら、不思議な、あら、不思議。はい、ではよろしいでしょうか。改めましてよろしくお願いいたします。はい、それっぽい手袋なんです。はい、おもむろにこちら。はい、まだですね、エコーっていう声が見えますが、カメラですかね。カメラですかね。どうしましょう。何かを諦めますか。私のマイクを諦めるですか。今バタバタしております。ちょっと待ってください。はいはい。よいしょ。なかなかね、今鋭意確認しておりますので少々お待ちください。
小野ちゃんのピンマイクを今断念いたしまして、カメラじゃない、カメラなのかな、じゃあ私がじゃあこれを抱えたままこっちに来るとエコーなのかしら。さあどうだ、マジでこれで、これでエコーなら下手人はカメラということになりますけれども、どうかしら、どうかしら、エコーですか、お風呂ですか、あ大丈夫、みんな何も言ってくれないからこれはきっと大丈夫、なるほど。じゃあこれでやんわり始めてみましょう。ちょっと恐る恐る近づいてみながら、はい、もう大丈夫、はい、では参りましょう。適宜カメラをスイッチしていただいて、まずこちら外装のスリーブを外すと、じゃじゃん、こちらがこのドアとアートボックスです。はい、はい、ちょっとお分かりになりますでしょうか、こちらこう光沢が光り輝いているんですけども、そうね、ただの黒じゃないですよね、はい、こちらあの今回この漆黒のヴィランズのために天野先生に書き下ろしていただいたイメージです、はいね、はいはいはい、でもう本当にこの世界観幻想的な世界観を表現するためにあえてこちらシルバーの特殊な紙に、特殊な紙に印刷をかけています。え、字が銀、字が銀です、もう真っ黒なんですけど、はいはいはい、実はこの下にはシルバーの綺麗なシルバーの上にプリントした、はい、一回白を引いてその上に4色印刷、はい、この光沢が奥行きが出るようにあえてその白の部分を抜いてこの表現をした、うん、まだあの最終調整中なので製品版に向けては調整をしていくっていう段階なんですけども、ほぼほぼ製品版と同じようなクオリティが出来上がっています。なるほど。で、今は画面が暗い帰ってきた、はい、戻りましたね。ちょっと待ってください、いやいや、一回止まろう、ここは止まろう、うん、うん、今ねちょっと大丈夫ですよ、皆さん応援してください。技術の人がすごく深刻そうな顔をしているので少々お待ちください。お、大丈夫です、ありがとうございます、はい、進みますよ。私の声が張ればいいのか、そうね、はい、どっちか拾うやろうってことでいいんじゃないの、はい、ではもう一段回りちょっと頑張ります。はい。はい、では、開けていきます。私まで貼ってもしょうがないんで。はい。はい、まず最初に。ね、一番今回のメインとなります。これこの白い箱は仮？はい、ちょっとまだ。あ、まだ。これ仮ね。まだあの絶賛デザイン中でして、はい、今回ちょっと仮の。はい、最終版はもうちょっとオシャンな感じに。なるそうです。今回の世界観に寄せてデザイン、ピンマイクつけてっていう声がコメントにいっぱいありますけど、皆さん本当ですか、本当にそうでしょうか、はい、はい、少々お待ちください。そうなんですよ、でね、みんな仕上がる前はどれもこれも驚きの白さ、少々お待ちください。今小野ちゃんのマイクを隠させる作業をしております。さあどうだ、マイクがつきました、戻りました、ドキドキ、エコーはいかがでしょうか、そして聞こえます、治りました、はい、こんにちは、こんにちは、はい、こんにちは、あ、こちらを映していただいて、はい、はい、大丈夫です。ではお、すごい、よかった、はい、失礼いたしました、はい、では続いてまいりましょう、はい、もうこちらお待ちかね、うん、ここからはちょっと製品版に、はい、中身は製品版、はい、中身は製品版です、なるほど、白い箱がまだ作業中、はい、フィギュアでおなじみこのブリスターケースね、はい、この瞬間がちょっと気持ちいいですね、
ちょっとうるさいか、はい、怖いよね、これ開けるのね、はい、でもフィギュアを守るためには必要なんだそうです。出た、はい、じゃあこちらのご紹介お願いできますか、はい、こちらなんですが、はい、まずこちら吉田 PD 完全監修でございまして、ね、もうこだわりにこだわり抜いた一品です、はい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 、で、まあ、ちょっとディテール、うん、どこを見ても本当にこだわりがあるところ で今回このマントがちょっとキラッとなっているんですけど、これまあ下からの風圧を、ね、ふわりとした風圧を感じるようにこの再現すごく苦労して原型師さんと一緒にやり取りが何度もあったということです、はい、であとここの特に見ていただきたいのがこの剣の部分ですね、はい、剣これね、はいはい、暗黒騎士といえばまあこちらの剣ですが、ちょっと分かりますかね、この辺にこうちょっと傷がありますあります、はい、こちらもう本当にこう何戦も戦い抜いてきたようなこの傷、はい、これどっか擦ったとかじゃなくて、擦ったとかじゃないですちょっとぶつけちゃったとかじゃなくて、もう戦ってきたこの傷、そして、はい、なおその古びるっていうことではなくて研ぎ澄まされているこの力強い剣を、はあ、いっぱい戦ったんやでと、はい、感じさせるようなところで、はい、で塗装もすごくこだわり抜いていまして、はい、まあ、下のところのクリスタルがこう光り輝くようなところ、ね、これちょっと照明不思議だよね、不思議なんです、なんかライトが入っているように見えたりするんですけど、そうそう、ね、パッと見あれ発光してるのかしらと思うようなキラキラ感があるんですけども、でこのクリスタルの足元から発光しているものを再現しているので、うん、この全体的に塗装の部分も下から光が当たっているような形で表現をしている、はいはいはい、これ一個一個塗っていきますから非常に繊細な作りになっています、手間暇のかかることを、はい、これはね、ぜひ ご購入いただいて自宅でゆっくり眺めていただきたい、はい、はい、じゃあフィギュアこんな感じでしょうか、はい、はい、ありがとうございます、はい、では続いて、では続きまして、何が出てまいりますかや、はい、こちらが、はい、うん、続編、はい、なるほど、でこちらトランプですね、はいはいはい、はいはい、で皆さんファンフェス覚えておいでですね、はい、フェスティバルでもご紹介になりましたファンフェス、これも本物、はい、あ、違いますこちらはまだ制作中でして、はいはい、紙とかその質感もうん、サンプル品になっています、実際にはあのカジノトランプのようなちょっとプラスチックっぽい、はいはい、あのちょっとええやつね、はい、ちょっとこうこれまだ本当に紙なので、はい、ちょっとうまく紙なので、ね、今ねおろちゃんが言おうとしていることが多分何を言っているのか皆さんに伝わらないんですが皆さんご覧いただくと今から分かります、はい、いやいや、ね、あ、逆だ、表裏逆だね今からここに小野塚さんがスンってこう綺麗にカードをシャーって広げます、スンって、ね、スン、はい、スン、あ、比較的うまくいったんじゃないの、デザインは最終、デザインは最終です、はい、紙質などが紙質がもう実際にはもっと綺麗にええもんになる、はい、いきます、で今回全部絵柄が違う、はい、54絵柄、ほうほうほう、して全部違う、はい、ジョーカーもうん、こちらで、ははジョーカー感すごいですね、これちなみにどんな絵柄なんですか、こちらが過去のパッチのコンセプトアートであったり、うん、あと、まあ、ちょっと見てしまって、そうね、いくつか見ましょうか、はい、懐かしいコンセプトアートであったり、あと茂木さんのジョブのイラストであったりとか、はいはいはい、懐かしい 2.2うん、コンセプト、そしてもちろん秋彦さんのアート、おー、こちら暁の傷ですね、はい、じゃ全てアートで構成されたと、はい、なるこちらが馬の、あ、本当だ、最新のものまで、はい、はい、というトランプ、こちらまあ、 普通に遊んでもいいですし、うん、もちろんまあ、
裏面もね、デザインもされていますので、こちらでこう額縁に飾って並べていただいてもいいかもしれない。額装しても綺麗そうですよね、はい、これはね一枚一枚こう楽しんだりとか、あと思い出も結構蘇ってくるかなっていう感じがして、これはパッチなんて何でしょうクイズとかできますね。そうですね、普通のトランプとは違う遊びができるかもしれない。おい、はい、というじゃあ次行きましょうか、はい、そしてもちろんこちら、うん、パッケージもですね入っております。こちら PS4 版ですが、はい、ソフトも入っております。はい、Windows 版の場合は Windows 版のソフトも入っております。あ、なるほどね。こちらコレクターズエディションのパッケージデザインです、はい、こちらが、はい、天野先生のイメージイラストです、ね、この絵ですな。そしておなじみ、はい、おなじみ、はい、こちらがステッカーです、うん、こちらが貼って剥がせるタイプのウィンドミルという仕様でして、うん、まあ、車に貼っていただいたりとか PC とか冷蔵庫に貼ったりとかしてもいいですし、スノーボードとかその外に売れるようなところに貼っていただいても大丈夫ということで、はいはいはい、前回もありましたっけね。そうですね、グレンのリベレーターの時もこの仕様でございました、はい、なるほど、はい、でこれちょっとまだ最終版じゃないんですけどもほぼほぼ同じような形になってます。はい、ありがとうございます。まだ出ますか、はい、そしてこちら、ああ、そうね、忘れちゃいけない、忘れてはいけない、おなじみ、はい、こちらがビジュアルアートブックです、うん、はい、こちらが今回の漆黒のヴィランズの開発のために書かれた設定画などが満載のアートとなっていまして、はい、まあ、ハードカバー仕様でちょっとこう今回のイメージである金の箔押しも入っているので、はい、そうですね、綺麗、ね、ちょっと綺麗に引くというような形です、はい、まだ中はね、この間の通り、うんうん、驚きのね、はい、真っ白でございますと。そう、はい、ここにもうどん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 今詰め込んでいっている最中ですので、まだ作業中なのかしら。はい、まだまだ一生懸命作っています。なるほど、はい、お楽しみにお待ちください。はい、はい、そしてあこちら、これが、はい、これがコレクターズエディションのセットです。はい、ありがとうございます。はい、であとは、通常版ですね。もちろん並べ方うまいな、さすが宣伝、さすが自分で言うのもそうね。あ、先ほどの、はい、こちらが通常版のパッケージのです、はい、日本の通常版がこのパッケージ、はい、なるほど。いや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 、そういう曲折ございましたが、はい、無事に中身の確認ができました。いや、よかったです。トランプがうまくいってよかった、ね、はい、はい、でそちらの通常版を除くこちらの手前の方が、このソフト以外のものが、コレクターズエディションの物理特典になる部分ですね、はい、というところで、特典内容を改めてパワーポイントの方で確認していきたいと思いますので、画面お願いします。はい、今説明にありました通り、一つ目がまずこの漆黒のヴィランズ特装アートボックスですね。天野先生の絵がドドーンとあって、はい、ポイントは何でしたっけ。ポイントは、アルブライトという特殊な紙を使用したボックスでございます。はい、はい、ちょっとこれ皆さん検索してみてください。アルブライト、はい、銀色の紙の上に印刷された。なかなかこの大きさの箱を作るための印刷が大変らしくて、結構あのこれを作れる機材も少ないみたいです。あ、プリンターがってこと、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、で続いていきましょう。はい、そして、はい、この、暗黒騎士のハイクオリティフィギュアですね。先ほどご覧いただいた通り、はい、超細かい、ハイクオリティという名がふさわしいですね。まあそうね、そうね、14のこの類のフィギュアは毎度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 大変よね本当に吉田さんの こだわりもがっつりこもっておりますので、そうですね、ぜひともよくよく皆さんもお手元に取っていただきたい。はい、そして次です。はい、漆黒のヴィランズビジュアルアートブックですね。こちらも我々も中身が楽しみですね。はい、はい、中身が楽しみですね。ご期待ください。はい、次です。漆黒のヴィランズロゴステッカーということで、貼ったり剥がしたりできますよというタイプのステッカーがついてきます、
はい、結構でかいサイズだよね。そうですね、結構インパクトがあるので、うん、だからあのノート PC 使う方はあの背中にねつけてもそこそこ様になるサイズかなという気がします。ぜひともご利用ください。はい、はい、そしてもう一個あります。はい、アートトランプ、はい、アートトランプです、うん、今日はちょっと全部の絵柄をご覧いただけなかったのでぜひともお手元でご覧いただきたいなと思います。そうね、はい、はい、というのが、以上が、物理特典コレクターズエディションの中身に入っているものということになります。ということで続いて次のコーナー参りましょう。はい、こちらは、パッケージ版ダウンロード版ともに入ってくるコレクターズエディションのインゲーム特典アイテムの、紹介に移りたいと思います。はい、一つ目こちらです。うん、マウントグラニ、グラニという名前のマウントで、こちらがですねお気づきの方はもういるだろうか、漆黒のヴィランズのために天野義孝先生が書き下ろしたイメージイラストにも書かれているマウントグラニ。ちょっとカメラに戻ります。はい、こちらね、皆さんこれに乗れますということで、これがこちらですね、ということでございまして、皆さん実はこれすでに動いている様見ておりますね。お、覚えてらっしゃるであろうか。つい先日の、パリのファンフェスティバルで皆さんこれをご覧いただいております。すでに YouTube にも上がっておりますが、ウォークスルー動画、新エリアのウォークスルー動画でもこいつが動いている様をご覧いただきましたので、これせっかくなので、はい、ちょっとみんなで復習してみようじゃないかということで、そちらのビデオを見てみましょう。お願いします。はい、こちらもうさすごい懐かしい感じがしますが、すごい懐かしいですね。こちら、漆黒のヴィランズに登場する新エリアイルメグですね、はい、イルメグファンタジー感あふれるこの感じ、早く行きたいですね。このさ、綺麗な感じだと BGM があった、ね、あって言ってる間に出てきました。はい、こちら今この失踪しているこの子、この子グラニでございます。コレクターズエディションのインゲームアイテム特典としてこちらのグラニがついてきます。飛んでる様ももう少しすると確か出てきたんじゃなかったかな。はい、飛んでおります。ひらひらよねひらひらですね。これはマウントのひらひらなんですね。多分さようでございます。ね、皆様こちらぜひゲットして飛び回ろうじゃありませんかということでございまして、はい、一つ目のインゲームアイテム特典、マウントグラニでございました。では二つ目いきましょう。続いてはこちらです。はい、ミニオンフラン、ね、こちらは皆さんすっかりもう見たかな、ゲームの中でやったでしょうか。はい、ビエラ族のフランが、ミニオンになりましたということで、こちらが2つ目のインゲーム特典アイテムになります。はい、はい、では次行きましょう。続いて3つ目こちら、ガンブレードリボルバーですね。いや、これはかっこいい。これはこれはあのリボルバーということでございまして、はい、あの切りがね、皆さんもちろんご存知かとは思いますが、うん、FF8 のスコールが愛用していたガンブレードリボルバーが14に登場いたします。ということで、ね、これ皆さん例のアタイヤをお持ちですな。お持ちの方も多いかと思います。レオンハートアタイヤを着て、はい、これを持てばね、もうごっこ遊びにはもう万全でございます。大変です ね、みんな大変街中スコールですという遊びもできますので、ぜひともね、皆さんもゲットしていただければと思います。はい、ありがとうございます。以上インゲームアイテム特典でした。ではこのまま続いて次のコーナーに参りましょう。続いてはこちらです。どうぞ。はい、予約について、いよいよお待たせいたしました。一昨日から始まりました予約ですが、こちらについてご紹介していきたいと思います。画面お願いします。どうぞ。はい、おととい、2月6日からですね、
各種ストアとか店舗とかで現在すでに予約受付中でございます。でここで1点注意ですが、普段から使っている方は分かってるよってことだと思うんですけども、 Steam をご利用の方は Steam には予約っていう概念ではなくて、事前購入という概念になっておりますので、 Steam の場合はそこを読み替えていただければ、事前購入をしていただければ、これから我々が説明する予約特典を受け取ることができますということで、この先進めてまいります。はい、はい。そして予約特典インゲームアイテム、この後ご紹介しますが、インゲームアイテムはこの後2019年3月1日金曜日から順次モグレターで配送されます。はい、これまでと違うタイミングで、発売日より早く入手できる。結構早くから手に入る、ね、なんでそれがいいかという説明も後ほどしますが、はい、なので、この後順番にご紹介するんですけど、最初にまとめてお伝えしておきますと、予約すると予約特典コードもらえます、ね、でモグステに行ったり、PS ストアとかで登録できます、できるんですが、すぐ来ない、3月1日までは来ませんから、そこまで待ってくださいということですね。はいはい、そしてその予約についてですが、この画面、日本語と英語が大訳になっていると見せかけて、書いてることが全然違いますので、今からそのご説明をします。まず日本の方、日本の方は、ストーンブラッドの時にやった仕組みとは変わってるんですよね。はい、そうですね。前回は、はい、一度店頭で受け取ったコードを、うん、ウェブサイトの方でそれぞれの Windows 版なり PS4 版なりのコードに引き換えてからそれを登録したということだったんですが、今回は、はい、まず店頭で今回は、うん、予約した時点で、それぞれの予約特典レジストレーションコードおよびプロダクトコードが、直接もらえますので、ウェブサイトの方で引き換えることなく、そのコードをそのままモグステーションか、プレイステーションストアの方に登録いただくという形になります。そうなんですね、はい、今回はだからワンクッション置くサイトが日本に関してはなくなりました。直接そのままモグステなり PS ストアなりで使えるコードが来ますので、それを使っていただければと思います。はい、で一方、まあ、ここに英語で書いてあるので読んでいただければ皆さん分かるんですけど、北米と欧州に関しては前回を踏襲しております。ワンクッション押す置くそのサイトがあって、そこでプラットフォームを自分で選ぶというのがありますので、海外にお住まいのお友達とこの手順の話を迂闊にするとですね混乱しますので、この違いはぜひとも、そういう特殊な方がいらっしゃればご理解いただければと思います。はい、はい、よろしいでしょうか。ここまでよろしいですかね。あとは今さっきコメントでちらっと見えましたけど、 Amazon で予約された方でコードがまだ来ないという方、 Amazon の商品のページの下の方をよく見るとですね、コードを送るタイミングというのがしっかり書いてありますから、読みましょう。はい、ね、しっかり読んでいただければ分かるようになっておりますので、はい、販売店様ごとにコードの配送タイミングはそれぞれ違うので、うん、それぞれの流通の方に、ご確認をいただきたいと思いますが、3月1日まではまだ時間に余裕があるの で、なるべくその初回はそのタイミングまでにお届けいただけるように、うん、というところを目指してはおります。そうですね、はい、でスクエニーストアだと予約登録したら割とすぐコードが送られてきますね、はい、そうです。ダウンロードボックスで見えるんでしたっけ、ね、はい、ウェブページで確認できるようになります。はい、というのが予約の基本的な仕組みになっております。次行きましょう。はい、お待ちかね予約特典のご紹介に移りたいと思います。はい、行きましょう。一つ目いくつかございます。こちらミニオングレムリンね、これまでのティーザートレーラーでドア玉でとんでもないインパクトを残していくことで、本当に憎まれ口を叩く、ね、ミニオンということはこう付きまとって罵ってくるんですかねずっとずっと、ただまあ何言ってるか分かんないからずっとヒャーって言ってるっていう。ちょっとうまかった。あ、ですか。もうやりません、はいね、ずっと言ってくれるかもしれない、皆さんの心の中では言ってくれるかもしれない、はい、ミニオングレムリンがついてきます。一つ目です。はい、そして次です。はい、アクセサリーエーテライトイヤリングです。ファンフェス、基調講演中にも吉田さんの方から説明がありましたが、こちら経験値ボーナスが 30% ついていて、
今までの従来品よりも、優れた点がございまして、レベル1から装備できて、はい、装備しもう70まで装備しっぱなしでいい、ずっとつけっぱなしでいい、はい、装備側が勝手にステータスを変えてってくれるので、なんと優秀、手に入れたらばずっとこれ、うん、70になるまでもうこれでいい、そうすると、経験値が 30% 増える。これつけなきゃ損ですね。つけなきゃ損です、ね、つけなきゃ損、そうなんです。なので、レベルをね、漆黒のヴィランズが出るまでにいろんなキャラのレベルを、ジョブのレベルを上げとこうという場合には予約していただいて、これをゲットしていただいて受けとけばいいということです、はい。で、対象になるのはファイターとソーサラーの、関連のクラスジョブになりますが、あともう一個特徴がありまして、これコメント今もいっぱいいただきましたが、もう全部カンストしとるわいと、はい、いう方いらっしゃいますが、ご安心ください。お、何でしょう。70の間も意味があります。わかります？70の間、今は、まあ、70で止まってて経験値入んないですけど、70の間、70から71の期間ありますよね、はい、にも、意味があるそうですので。あ、なるほど。じゃあ今もうすでに70のキャラクターでも最初ちょっとの間は意味があるね。いやでもね、拡張出たてで新エリアに足踏み込むところで 30% ボーナスね、はい、結構美味しいと思うんですよね。ということですので、これは皆様、結局のところこれはね、大事に使う機会が1回はあるでしょうと。1回はありますね。そうそう、皆さん全てのキャラクター1回はあるでしょうということですので、ぜひとも大事に使っていただければと思います。はい、うん、これ2つ目、エーテライトイヤリングした。そして次です。はい、まあなんせこれだよと、予約特典はなんせこれだよという方も多いでしょうね。アリアクセスです。アリアクセスとは、漆黒のヴィランズを予約すると、発売日に先駆けて、数日早くからプレイすることができるという特典です。はい、でじゃあそれはいつなのかというおさらいですが、どうぞ。はい、2019年6月28日の18時開始を予定しています。製品発売が7月2日ですから、それよりも数日早い6月28日となっております。4日早いのかな、ですね。はい、で、一応注意事項ですが、18時開始なんですけれども、始まる前にメンテナンスがありますので、開始時刻若干、変動する可能性はあります。あとそれからアーリーアクセス期間中にもメンテナンスが発生する可能性はありますので、その辺はいつも通り、あの、何かある場合は告知が出ますので、そちらを参照していただくということになります。そしてもう一つ、アーリーアクセスに参加する条件ですが、画面の方をご覧ください。まず当然ですが、グレンのリベレーターを現在プレイしている必要があって、そして特定クエストをクリアしている必要がありますということは、これ、まあ、特定クエストなんだよって話なんですけど、はい、あの 4.X シリーズを全部終わっといてねということなんですよね。なんで気にせず、そうそうそう、常に最新を突っ走っている方であれば、この頃までには終わっとるだろうということでございます。はい、4.5 シリーズの、メインシナリオを最後までやっといてねということになります。はい、これがアーリーアクセスでございました。次行きましょう。そして続いて、今回販売店別の特典というのをご紹介いたします。はい、どうぞ次行きましょう。はい、最初にこれ全リージョン共通です。プレイステーションストアの限定特典ですが2つございます。1つ目、画面右側にある、ダウンロード版の特典アバターとして、こちらアバターですね、はい、あの、なんていうんですか、あの名前の横に作るアイコンにつけて、闇落ちしたヒロシになれるというアバターが配布されますそしてもう一つ左側、特典のテーマが配布されます。はい、これがね、なかなか豪華でして、先日開発ブログでもご紹介したとこなんですが、こちら実際に動いている様子をご紹介するビデオがあるので、ぜひこれちょっと一緒に見てみましょう。ビデオお願いします。はい、こちらが実際にプレイステーション4で、かわいいですよね、テーマを適用した時のものをキャプチャーしたものになります。はい、ね、アイコンが変わってたり、まあ、もう壁紙はもちろんのこと、壁紙はもちろん、僕のヴィランズ
ですし、ね、本当とかなり動くよね、はい、ここにね、あら冒険中のアルファも出てくる。こんなんかわいい、こんなんずるいよね。ちょっと常に涙目になっちゃうかもしれない確かに、はい、なんという芯を持ってきたのでしょうということなんですけど、こちらの日本と北米は予約すればその時点から特典テーマがもらえるということで、はい、もう一足先にロゴも新しく、ね、あら、いいですね。ずっと見ちゃうやつだよね。そうですね、なかなかこの画面で止めてはいないかもしれないですけど ね、はい、はい、ということでこちらが、プレイステーションストアの限定特典のテーマでございました。ありがとうございます。では続いてまいりましょう。続いてはこちら、これは日本限定ですがスクエアエニックス e ストアの限定特典です。特典内容ですが、まずスクエアに e ストアで漆黒のヴィランズを予約した上で、さらに現在行っておりますファンフェスティバル2019 in 東京の事前購入商品、今やってますね、受付中ですが、こちらを税込みで6480円以上お買い上げいただくと、画面でご覧いただいている、オリジナルショットグラス、はい、どれか一つ、はい、まあ、ランダムでどれか一つが必ずもらえる、はい、漏れなくプレゼントいたします。漏れなくもらえる、ね、こちらのショットグラス黒金銀と3色ございますが、こちらのどれかが漏れなくもらえます。はい、さらに、うん、さらにはい、さらに抽選で5名の方に漆黒のヴィランズのパッケージアートですね、はは、吉田明彦さんのパッケージアートに吉田明彦さん直筆サインを入れた複製原画をプレゼント。あの絵がうまい方の吉田さん、はい、絵がうまい方の吉田さんのサイン入りで、あのどのアートでしたっけって話なんですけど、ちょっとこのカメラにしていただいていいですか。はい、私の後ろにございますこちら、これですね、この絵、吉田明彦さんにあるこの絵に吉田明彦さんのサインを入れたものを5名様に、はい、いいね、これはいいですね、これは嬉しいですね、嬉しいですね、はい、なかなかない機会です。これはぜひ、これはこちらの方は抽選で5名様ということなんですけれども、当たるチャンスがあるということで、はい、ぜひともスクエニーストもご利用いただければと思います。はい、はい、次です。続いてはアマゾン日本、こちらも日本になりますがアマゾンジャパンの限定特典です。こちらまず右側 PC 版オリジナル PC の壁紙です。 PC Windows 版を、Windows 買っていただくと、ね、こちらの壁紙が手に入ると、はい、で左側こちらもアマゾン限定のオリジナル PS4 用のテーマが手に入るんですが、はい、こちらもですね動画でご紹介できますので、どんなものか音はどうなのかご覧いただきましょう。ぜひともご覧いただきたい。ビデオお願いします。こちらロボット例の音楽、はい、もうテンション上がります ね、この音楽、はい、ヒロシドーンみたいなことになっております。上の上に行くと画面が変わります。そうなんですよ、いや悩ましいですね。先ほどは可愛いテーマでした、ね、可愛い系のグッとくるキャラたちが出てくる PS ストアのテーマと、はい、このシンプルながらもがっつりそうですね、シャドーブリンガーズに浸れる、浸れるこちら、どちらも捨てがたいから両方いっとくかみたいな方も、まあ、みたいなこともあり得るかもしれない。お買い上げありがとうございます。そうなんですよ、違うんですよね。そうなんですよ、なので、まあ、皆さんにはいい意味でじっくり悩んでいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、ね、こちら今ご覧いただいているのは Amazon Amazon Japan で、の場合の限定特典となっております。はい、悩ましい、悩ましいです ね、今日の放送が終わるぐらいまでに心を決めていただければと思います、はい。はい、では続いてまいりましょう。まだまだございます。続いてはこちらローソンロッピーと HMV の限定特典です。こちらも日本のみですがオリジナルクリアファイル、はい、これ先ほど の吉田さんのアートですね。です通常版のパッケージアートのイラストをそのまま、うん、
これもったいなくて使えないですね、ちょっとね、これそうね、大事にクリアファイルと言われたけれども大事に取っとく系のやつ、こちら楽しみですね。はい、はい、でこちら注意点としてはなくなり次第終了となりますので、こちらの場合はお早めに予約していただくと安心ということですね、はい、そうですね、はい、はい、こちらがローソン 6P1MV の特典となっております。はい、では続いて、はい、で限定店舗別の特典は以上となっておりまして、続いて、はい、今後のスケジュールをザザッと確認しておきたいと思います。 お願いします。はい、来週火曜日2月12日にまずパッチ 4.55 がやってまいります。ね、そうでした。その前にまだいろいろございました。そしてその後3月1日に覚えてますね、予約特典のインゲームアイテムの配送が開始予定となっております。なのでおさらいになりますが、予約早く特典アイテム欲しいなという方はできるだけこれより前のタイミング早い方がいいですね、のうちに予約をした上で、予約アイテムの特典コードをモグステーションなり PS ストアなりで登録してしまう、はい、そこまでやってしまえば、はい、あとは3月1日を待つのみです。そうです、はい、で3月1日なんですけど、多分ですけどおそらくとんでもない数の、メールをね、うん、配送することになりますの で、 そうですね、順次となりますから若干人によってはタイムラグが出ることもありますので、その点あらかじめご了承いただければと思います、はい、そして3月といえばね、そうですね、忘れてはいけない、もう忘れてはいけない来月ですね。来月あとね43日ぐらいあったかな、3月23日24日の土日2日間でファンフェスティバル2019 in 東京が開催されます。ワールドツアーの締めとなる、はい、ファイナルとなりますので、日本はもう、ね、大変今もうすごいもう、ね、ちょうどね私もそうですし、この小野ちゃんもね、なんていうんですか、ファンフェス実行委員会の中核にいるようなもんですよね。いやもうね、どうですかファンフェス。いやもうプレッシャーがこれ言ってはいけないかもしれないですけどいやいやいいプレッシャー、ね、でもね、ラスベガスにも欧州にも負けないぐらい、うん、やっぱりファイナルの日本盛り上げたいと思ってますので、今、はい、実行委員一同ね、本当にてっかばってこういうことだよねみたいな、もうそんな状態ですね。焦る気持ちしかない。大丈夫、大丈夫です。大丈夫です。楽しみに。僕たちは大丈夫です。楽しみにお待ちください。で、来週ぐらいになりますと、ファンフェスに向けたスケジュールがこうですよとか、プログラムこうなりますよとか、ね、あともうちょっと先になると会場図はこんなですよとか、またこれがすごいんですよ。なんで順次公開していけると思いますので、はい、そして当日にはね、漆黒のヴィランズの、そうですね、さらなる情報があるんでしょうよ。情報が吉田さん、下書き終わったかしら。どうでしょう ね終わってるといいんですけれども、そんなのもありますので、ぜひともこちら、で漆黒のヴィランズに向けても重要なマイルストーンになりますので、ご期待いただければと思います、はい、そしてその後一気に雑にまとめられてしまいましたが3月以降にパッチ 4.56、57、58 というスケジュールがあります。でさっきありましたアーリーアクセスに行く前にここまでやっといてねというパート2の方、メインシナリオのパート2が 4.56 で来る予定になっておりますから、そこで実装されるシナリオをしっかり最後までやって、はい、漆黒のヴィランズに備えようということになっております。あとあれですよ、以降に入ってますけどあれですよ、ほら、あ、 FF15 とのコラボもやってきますからね、4月中旬にはやってまいります。やることいっぱいありますね。そうそう、見逃さずにねやっていきましょう。そして次のページお願いします。一気に飛んで、6月28日にアーリーアクセスが開始になります、はい、そしてその後4日後ですね、7月2日火曜日に漆黒のヴィランズがいよいよ発売と。いやいや、あと144、怒涛の144日間を我々と一緒に過ごそうではないかということで、まあまああんまりね先のことでせいても仕方がないので、まず皆さんは、まあ、我々もですけど何を買うか決めて、そうですね、予約をしておこうということでございます、はい、ね、早い方がいいです、はい、ということで今後のスケジュールのおさらいでした。ありがとうございます。では続いて参りましょうか。はい、お知らせです。 Q&A に行く前に大事なお知らせです。
これあのラスベガスの基調講演のところでも出しちゃっていいですよ。ラスベガスの基調講演のところでお知らせしており、すでにあの告知も出ておりますが、漆黒のヴィランズのサービス開始、アーリーアクセスのタイミングなので6月28日ですね。そのタイミングをもって Windows32bitOS のサポートと DirectX9 版のアプリケーションのサポートが終了となります、ね、なので 64bit 版に移行してくださいねというそういうお知らせです。で、あのサポート終了後もあの当面起動とかプレイ自体は可能なんですけれども、動作保証することができなくなりますので、32bitOS 特有の例えば何か技術的な不具合が出たとかいう場合に、対応できませんとなってしまう可能性がありますので、まあ拡張版が出るタイミングっていうのは PC スペック見直そうかなって思ってる方も結構多いんじゃないかと思いますので、今買い替えれば大概 64bit に自動的になりますが、念のためまだ 32bit で頑張ってるよって方がいればですね、この機会に 64bitOS への移行をご検討いただけるようにどうぞよろしくお願いいたします。はい、というお知らせでございました。はい、では続いてまいりましょう。はい、では最後にいくつか予約に関する代表的な Q&A をご紹介して本日の放送を締めたいなと思うんですけれども、順番にいきましょう。どうぞ。はい、まず最初はパッケージを買ってきたらすぐ新エリアに行けますか、という質問です。さあ皆さん答えを覚えておるであろうか。答えこちらになります。パッケージを買ったらすぐ新エリアに行けるか。はい、パッチ 4.5 シリーズの特定のクエストをコンプリートしている必要があります。パッチ 4.56 で来る、メインシナリオパート2の方まだないですね。3月下旬にやってきますが、こちらをコンプリートしている必要があります。メインシナリオを最後まで終わっておいてくださいねという話です。はい、はい、続いていきましょう。はい、パッケージを買ってきたらすぐガンブレーカーになれますか。うん、これはねパリの基調講演で吉田さんが言ってた、覚えてますか。はい、答えどうぞ。はい、はい、答えはファイターソーサラーのいずれかのクラスジョブがレベル60になっていれば、クエストのコンプリート状況に関わらずガンブレーカー解放クエストを受けることができガンブレーカーになれます、ね、レベルだけ60になっていれば、でかつその、ね、拡張版もちろん登録されていればなれるんですが、ガンブレーカーはどこの町からなれるんだったか皆さん覚えておいででしょうか。お、早い。優秀優秀優秀。そうですね、グリダニアとなっておりますので、ガンブレーカーにとりあえずなるぜという方はグリダニアだというのを覚えておいていただければと思います。はい、次行きましょう。特典アイテムの付与はキャラクター単位ですか、サービスアカウント単位ですか。うん、これはね特典アイテムの話が出ると、まあ、毎回必ず聞かれる質問ですが、さあどっちでしょう。まあ、どっちでしょうって聞くと皆さんが希望される方はいつも一つなんですけど、はい、はい、大丈夫です、希望通りですよということで答えこちらです。はい、サービスアカウント単位です。サービスアカウント、コードを登録したサービスアカウント配下にいるすべてのキャラクターと、これから作成するすべてのキャラクターでも受け取ることができます。なので今いるキャラクターじゃなくても登録した後に新キャラ作ろうとした場合でもそのキャラにもついていきますので、はい、多くのキャラでご利用いただければと思います。はい、次行きましょう。 Windows 版と PS4 版でプレイしています、何を買えばいいですか。うん、これもねもう何回も拡張買ってきたぜという方であれば、はい、おなじみになりますが、この場合はこれが必要です。答えお願いします。Windows 版と PS4 版を買っている場合、両方のプラットフォームで漆黒のヴィランズのエリアに行きたい場合は両方で、漆黒のヴィランズを購入する必要があります。はい、これ大事なポイントですね。ただしコレクターズエディション特典アイテムが欲しい場合は両方で買う必要はないです。別に買ってもいいんですけど、はい、必要なのは一つ、どっちか一つをコレクターズエディション、どっちか片方を通常版と買っていただければどっちのプラットフォームからも新エリアに行けるし、それから、コレクターズエディションの特典アイテムも利用できるしという状態になります。はい、で
画面にありますが、注意点としては、もうどっちか片方でしかやらないかなと。しばらく Windows 版お休みかなって言って PS4 版だけで、漆黒のヴィランズ買ったとします。でその時にさっき見ましたね、イルメグにいましたと。でイルメグでログアウトして Windows 版からログインできますかっていうと、できないです。できないのでご注意ください。この場合はどうすれば良いでしょう？一旦戻りましょう。戻る。4.0 ストームブラッドのグレンのリベレーターまでの範囲のどこかに戻っていただければ、そこであれば Windows 版からもログインできるようになりますということになりますので、複数プラットフォームで、クロスで利用されている方はこの点だけご注意ください。で今例としては、Windows 版と PS4 版でやりましたが、これ Mac が入っても同じことです、はい、Windows 版と Mac、 PS4 版と Mac、 Windows 版と PS4 版と Mac の場合は都合3つが必要になりますので、その点ご注意ください。はい、はい、よろしいでしょうかね。はい、続いてはまだあったっけ。あった。コレクターズエディションのインゲームアイテムがもらえるデジタルアップグレードはありますか。うん、はい、答えはこちらです。はい、予定しています。よかった。はい、はい、現時点でコマを予定してるっていう以上にね、もう本当にいいも悪いもないこれしかないんですけれども、これ何かというと、とりあえず通常版でいいかなと思って、通常版にしましたと。通常版予約して、はい、アーリーアクセスに来ましたよと、はい、となったらなんかわかんないけど、周りの友達がみんなこうグラニでブワー走っとるわ。あ、羨ましいね。はい、はあ、欲しかったってなった時に、じゃあ何、もう一回コレクターズエディション買わなきゃいけないんですかというと、いやいや、そうは申しませんよと。はい、特典アイテム、インゲームアイテム特典だけがパッケージされたデジタルアップグレードというものをご用意いたしますので、そちらを別途お買い求めいただければ、そのインゲームアイテム特典のアイテムが別途もらえますよというものになっております。でこちら現時点で詳細ございませんが、今後いつからですよとかいくらですよとか詳細が出てきましたらば、また別途案内しますので、まあ迷うならコレクターズエディションに行っとけばというのが現時点での答えとしては、まあそうなりますかね。選択肢はあまりなかったです。なかった、実はなかった、はい、シンプルでございます。はい、はい、ということで次の質問いきましょうか。これから始める友達と一緒に新エリアに行きたいです、うん、はは、何を購入してもらえばいいですか。これもよくある質問、ね、せっかく漆黒が出るんで友達と始めようと思うんだ、もしくは始めたいと思ってんだと言ってる人、ご覧の皆さんね、今視聴してる皆さんのほとんどの方はまあまあ今やってるんでしょうよと、はい、ね、ただ友達、そんな友達が出てきたとか友達に勧めたいとかいう場合にどうすればいいかということなんですが、こうしていただくのが多分いいでしょうというのが次です。はい、まず今すぐ今売ってるコンプリートパックを買ってください。はいね、グレンのリベレーターまで入ってるコンプリートパックがありますから、今すぐまずそれを買いましょう、はい、の上で漆黒のヴィランズの予約をします。なるほど。あ、これあれですよね、今予約すると漆黒のヴィランズの予約特典ももらえるわけですから。そうです、そうです。3月1日からはアクセサリーをつけて、そうです、エーテライトのイヤリングをつけて経験値ボーナスがついた上で、一緒に遊ぶためには、皆さんと一緒に遊ぶためには、なんせ70レベル70になってもらわないといけない、ね、なのでこれやらかしがちなやつとしては、はい、まあリリース日が7月2日だから、じゃあそのタイミングから始めようって言って、はいはい、そこで買ってあげたり一緒に始めようぜってやると、レベル差がね、そうですね、あって、そこから追いつくのに結構かかりますわなと。もうそうですね、アーリーアクセスなんならから一緒に新エリアとかね。そう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 、だってさ、行きたいですから。だってさ、友達誘うって言っても皆さんさ、うん、アーリーアクセス来たらどうせさ、ちょっと新エリア行ってくるわってなるでしょ、まあまあまあ、存じてます、ね、存じてます。だいたいそういうとこから日々が早いんですよ、はい、なの で、 そうです、ね、一番円満に仲良く遊ぶためには、別に今すぐ始めればいいじゃん、レベル70まではやれんだからっていうことです。なので
そうすれば心落ち着けてね、はい、皆さんもまだねたっぷり時間もありますから、そうそうそう、でアーリーアクセスからみんなで仲良く四国のヴィランズをやろうというのが我々の思うベストプランではなかろうか。そうですね、まあいろんな選択肢はありますが、そうそうそう、一番おすすめの、うん、プランでございます。そう、仲良くやってください、はい、ということでございました。はいはい、はい、といったところで、Q&A は以上かな。大丈夫な感じでしょうか。はい、といったところで皆さん、はい、心は決まったかな。はい、まああとまあ最後の最後まで悩むとすれば店舗別特典がございますから、そうですね、ねえショットグラスもらいにイーストアに行くのか、はたまた、はたまたあの PS4 テーマたち、テーマたちなのか、クリアファイルなのか、そうですね、コレクターズエディションをデジタル版で購入するのか、そう、ね、そうそう、こちらの物理特典をどうするか、ね、どうするかで、あのそうですね、今回あの、はい、やこちらのパッケージ版のコレクターズエディションは、うん、日本は e ストアか、はい、Amazon の2つの店舗でしかご購入がいただけませんので、なるほど、またまたそこに予約特典とかこうあの店舗別の特典とか掛け合わせると悩ましいかなと、うん、最後の最後そこは悩みましょう。で、先ほど質問にあったデジタルアップグレード、はい、があるとコレクターズエディションについてくるインゲームアイテムは後付けできますけれども、ね、この辺の物理の皆さんはあの最初逃すと、はい、後付けでこれだけ後で、ね、ベッド買えますかっていうのはないの で、 ないですから、ね、この辺がやっぱいいなという方は、ね、2年に一度の記念としてお買い求めいただけるといいんじゃないかなということでございまして、もう人まだ悩んでるよって方どのぐらいいらっしゃいますか。ぜひコメントでのでお知らせいただければと思います。もう皆さん準備万端。まだどれ買うか。案外実は皆さん心決まってますかな。どうでしょうね。まだ悩んで、あ意外に、あ結構いるね。いますね。そうね、そうね、悩むよね。わかります、わかります。あれおもちゃも予約しました。私まだです。これからです。これからです。悩むターンですね。ちょっと悩ましててあのそもそも Windows 版と PS4 版両方、はいはい、あの必要、人が必要な人、はい、なんですけど、はい、そうなんですよね。どうしようかなと。やっぱり PS テーマが悩ましくて、ね、まあ今は Amazon で PC 版を買い、壁紙をゲットし、はは PS4 版でテーマ、でもなショットグラスも欲しいしなみたいなことも思うわけで す、ね、どうしよう。私は Windows 版の人なんですけども、はい、今回はショットグラスにグラッと来て、あの e ストアでこの子予約しました。そうですよね。で忘れちゃいけない、ファンフェスの事前販売は逃しちゃいけないん で、 んでショットグラス狙ってる方はあのファンフェス事前販売いつまででしたっけ、はい、2月28日ま で、 で、ね、やってますので、そちらの事前販売の方、はいもここにお忘れ、はい、あと前にちらっと見ました、ウェブには書いてあるんですけど、ええとっくの昔にファンフェスの事前購入なんか終わっちゃってるからどうすりゃいいんだよっていう方いましたけど、はい、昔に買ってた分もちゃんとカウントされるんですよね。そうです、遡ってファンフェスの事前購入グッズを購入いただければ、はい、それさえやっておけば大丈夫ということですので、はい、そこはご安心、はい、あとはまとめて例えば最初に T シャツだけ買って、うん、予約開始より前に T シャツだけ、はいはいはい、まだ6000円いってない、いってない、ははなんとか6180円しなきゃとなった時にまた6000円かもうちょっと欲しいのないな、じゃなくってでちゃんと合算されますから。なるほどなるほど、はい、じゃあ迷ってたあれを足せばいくんじゃねえとかいうのを計算していただければ、そうだそうだ、靴下買っとこみたいな、靴下ねそんな感じで、はい、はい、ということでございまして、はい、今日の放送はだいたいこんな感じかなというところでございますので、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。あの今日の放送が少しでも、はい、皆さんの素敵なコレクターズエディション購入選びの、そうですね、参考になれば、ご参考にこれ幸いいただければ幸いでございます。頑張った甲斐があったというものでございますので、はい、ぜひとも、ね、予約忘れずに予約をしていただい て、はい、して3月1日に特典アイテムを受け取ろうというのが本日の最後のテーマでございました、はいはい、じゃあよろしいですかね。はい、うん、
それでは以上をもちまして、はい、すごいちゃんと BGM 変わるんだね締める感が出たんでしょうね締める気持ちになりました、はい、それでは以上をもちまして、はい、ファイナルファンタジー14漆黒のヴィランズ予約開始記念特別生放送を終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。